そうなのか。はい、やっぱり私のせいな気がします。やっぱりセクシーさが足りないからかな。セクシーさ。はい、私童顔だし、スタイルも別に良くないし、セクシーな魅力ってほぼゼロじゃないですか。私それが結構コンプレックスなんですよね。男性は基本的にセクシーなスタイルのいい女性の方が好きですよね。いや、そんなことはない。俺は人間大事なのは中身だと思うぜ。スタイルがどうだろうが、薄っぺらい人間と付き合う気にはなれないな。スタイルを気にするやつも中にはいるかもしれんが、そんなやつは相手にしなければいいさ。桐生さん、本当ですか？模範的な回答すぎて逆に怪しいですよ。俺は本気だ。だから小雪にはすげえ魅力を感じてるぜ。え？お世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。私も桐生さんにはそこはかとない魅力を感じていますよ。ありがとうな。まあコンプレックスなんて自分が気にしているほど他人は気にしてねえもんさ。小雪は十分魅力があるんだ。堂々としてりゃいい。そうですね、桐生さんの発言には重みがありますね。恋愛マスターって感じです。そうでもないさ。でも実際どうなんですか？いろいろな恋愛をされてきたかと思うんですけど、よかったら桐生さんの恋愛について少し話を聞かせてほしいななんて。今も俺は恋愛中だぜ。え、そうなんですか？その誰かと付き合ってるとか？付き合ってはいないが、気になる女性はいるかな。そうなんだ。それって誰ですか？私の知ってる人。さあどうだろうな。もしかしたら小雪かもしれねえぜ。桐生さんったらもうからかわないでくださいよ。からかってるつもりはないぜ。現にこうやってデートしてるしな。もう桐生さんって口説き上手なんですね。その手には乗りませんよーだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様、いらっしゃいませ。かわいいな。ようこそ。よろしく頼むよ。当社に最高だよ。
ちしてます。かわいいね。ようこそ、まだ来ない。かわいい。いらっしゃいませ。かわいいな。いらっしゃいませ。また来たね。お待たせしました。助けを求めてるように見えますが、楽しくいただきます。盛り上がってきたわ。当社員店長、さりげなくフォローします。盛り上がってきた。盛り上がってきたわ。お待たせしました。お願いします。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。楽しいな。お願いします。助けを求めてるように見えますが、いらっしゃいませ。かわいい。すみません、お会計ですね。ここで1分が経過しました。いらっしゃいませ。お客さん、なるほど、お会計ですね。素敵です。いらっしゃいませ。いいね、いいね。ようこそ当社員、お会計ですね。延長で、ご延長ありがとうございます。かわいいね。盛り上がり。当社員フィーバータイムだ。当社員売り上げが50万円突破。お願いします。お会計ですね。助けを求めてるように見えますが、盛り上がってきたわ。当社員店長、さりげなくフォローします。盛り上がってきたわ。なるほど、ありがとうございます。盛り上がってきた。当社員フィーバータイムだ。ようこそ当社員、お会計ですね。かわいい、素敵だよ。いらっしゃいませ。美人さんだな。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。盛り上がってきたよ。盛り上がっていきます。面白いね君。お願いします。2分経過、最後まで油断はできないぞ。お会計ですね。お会計ですね。また来てくださいね。ありがとうございました。当社員売り上げが100万円突破だ。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。お会計ですね。ようこそ当社員。お願いします。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。ようこそ当社員。素敵だよ君。いらっしゃいませ。かわいい。お願いします。お会計ですね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。残り時間はあとわずか。助けを求めてるように見えますが、
あっちゃー、やってしまいました。盛り上がりましょう。好みじゃないな。お願いします。フォーシャインフィーバータイムだ。そうなんですか。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。素敵です。いいね。最高だよ。お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。お願いします。お会計ですね。延長お願い。ご延長ありがとうございます。それで困ったことってのは何なんだ。男の人にこういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか。多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はぁ、キリュウさん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。安心しろ、俺が犯人を探してやる。本当ですか。ありがとうございます。さすがキリュウさん、頼もしいです。でもどうやって探すんですか。私昨晩はぐっすりだったので何も覚えてないですし。そうなのか。どうするか。小雪のパンツの特徴を聞くわけにもいかねえしな。え、キリュウさん何か勘違いしてませんか。ん、勘違いだと。あれ、私自分のパンツって言いましたっけ。なくなったのは私のおばあちゃんのですよ。なんだと。昨日うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ、キリュウさんなんか元気なくなりました。いやそんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが普段小雪が一人暮らしなら小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。俺が守ってやる。え？この世の中は小雪が思ってる以上に危険が溢れている。小雪は魅力的な女だ。どんな輩が狙っているかわからない。だからもっと自覚を持たないとダメだ。それでも危なくなった時は俺が守ってやる。キリュウさん、ありがとうございます。魅力的なんて言ってくれて嬉しいな。キリュウさんに守ってもらえるなんて私
絶対に守ってやる。お前のパンツをな。え？パンツの方ですか？そうだ、キリュウさん、もう一つご相談があるんですけど。今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ、キリュウさんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。小雪、お前古いな。もうすぐユキさんの誕生日らしいので、何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえか。でも何あげようか迷ってて、何かいいプレゼントないですかね。ユキへのプレゼントか。そうだな。フォーシャインのみんなに協力してもらって寄せ書きを送ったらどうだ。寄せ書きですか。なるほど、それいいですね。さすがキリュウさん、プライスレス。ああ、ユキのことだ。号泣間違いなしだな。そうですね、涙で濡れたユキさんのご尊が。ああ、楽しみだな。写真に撮らないと。ふん、ほどほどにしておけよ。ウキヒヒヒヒ。しかし、小雪はユキのことが本当に好きなんだな。はい、大好きです。でもそれと同じくらい今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にして、キャストみんなで一丸となって頑張れる、それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな。ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか、そう言ってもらえると天頂冥利に尽きるな。キリュウさんのおかげです。キリュウさんがいなかったらきっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。キリュウさんがいるとみんな笑顔になる。店長としてだけでなく、人として素敵な人だなと思います。小雪、そのユキさんと同じくらい、キリュウさんも私にとって大切な人です。俺も同じ気持ちだぜ、小雪。え、キリュウさんも？ああ、俺にとっても小雪はかけがえのない大切な存在だ。それはそのキャストとして、それとも一人の女性として、さあどっちだろうな。だが確かなのは、それくらいお前は魅力的で俺にとって大事なやつだってことだ。だからこれからもよろしく頼むぜ。はい、もちろんです。ずっとずっとキリュウさんのそばにいさせてください。私今まで以上に頑張りますから。ああ、楽しみにしている。
そうですね。ああはい、はあ、キャバクラバトルスタートです。さあついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。全力でいきますよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンをデラボーノ。さあ果たして新チャンピオンは誕生するのか。お客さん、よろしくお願いします。かわいいな。ようこそ。どうも。オーシャン。いらっしゃいませ。かわいい。いらっしゃいませ。お客様。かわいい。お願いします。助けを求めてるように見えますが。盛り上がりましょう。いいねいいね。ようこそ。どうも。オーシャン。かわいいね。お待たせしました。美人さんだな。いらっしゃいませ。お客様。オーシャイ売上が50万円突破。いらっしゃいませ。いいねいいね。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。お願いします。助けを求めてるように見えますが。当社員店長さりげなくフォローします。当社員フィーバータイムだ。お願いします。助けを求めてるように見えますが。間違えたか。おっと、女の子をうまくフォローできなかったようです。当社員売り上げが100万円突破だ。1分経過。ここからどう動いてくるのか。ん、助けを求めてるように見えますが。当社員店長さりげなくフォローします。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ。助けを求めているように見えますが。当社員店長さりげなくフォローします。素敵だよ。楽しい。楽しいよ。お待たせしました。かわいい。お願いします。お会計ですね。会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。どうもどうも。お客様。かわいいね。最高だよ。お願いします。いらっしゃいませ。かわいいな。お会計ですね。ようこそ。当たりだね。すみません。いらっしゃいませ。お願いします。助けを求めてるように見えますが。ありがとうございました。ようこそ。また来たね。楽しいよ。
よろしくお願いします。フィーバータイムだ。いらっしゃいませ。お客さん、かわいいな。お願いします。いらっしゃいませ。面白いね君。お会計ですね。ありがとうございました。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。いらっしゃいませ。また来たよ。かわいいな。いらっしゃいませ。すごいタイプだよ。お願いします。お願いします。助けを求めてるように見えますが、残り時間はあとわずか。当社員店長、お会計です。フォローします。また来てくださいね。ようこそ当社員。最高や。お会計ですね。また来てくださいね。美人さんだな。すいません、助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。フォーシャインフィーバータイムだ。盛り上がってきたわ。お会計ですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。終了。果たして勝負の行方は。俺たちの勝利だ。
いや、はい、いや、はい、いや、はい、おい、おい、はい、
取らせやがって。どちらまで？それでは。
どちらまで行かれ。それでは。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。やっと来た。
おい。哎，请问。おい。おい。あ？あ。何見てる？殺すぞ！ったく、時間食っちまった。Get up!
すぐよ。やんのか。ああ、手間取らせよ。行きましょう。